はい、皆さん、ユッキーです。今回はですね、またしても生物を飼おうということでね、新企画、ミステリークレイフィッシュというですね、ザリガニですね。ザリガニを飼ってみました。買ってみました。ヤフオクで購入しました。値段がだいたい5匹で、5匹でね、5匹で、送料込んで1500円ぐらいかな。うん。で、こちら、これ、アナカリスっていう、これ水草ですね。水草も購入して、で、タコツボも一応購入しました。はい。ここにね、中に一応5匹いるんですが、おそらく俺のクソカメラでは、あれ?映らない。ここら辺にいるんだけど。あれ?ここか。あ、いましたね、こいつ。ほら、動いてるでしょ。これ、ザリガニですね。ほとんど、沼エビっぽいんですけど、見た目は、白に若干、白っぽいですね。ちょっとだけ、白と茶色を混ぜたような、ここにね、2匹いるんですけどね。あ、いましたね。今動きましたね。でね、こちら、エビの餌を購入しました。うん、なぜエビの餌かというと、いや、なんか見た目エビっぽいんで、まあ、ザリガニの餌がね、近くのね、売ってなくて、まあ、とりあえず、そうっすね。購入してみました。まあ、あとはアマゾンで、ザリガニの餌が売ってるんで、アマゾンでザリガニの餌を、買いますんでね。ね、ポチりますけども。よいしょ。ね、また今後ね、こちら、どのような、ね、生態になっていくか。5匹って注文したけど、6匹入っててね。で、大体体長がおよそ、何ミリだろう ?5 ミリぐらい。体長が、おおよそ、1センチですね。体長現在1センチから、1.5 センチのやつもいるか。体長 1センチから 1.5 センチのね、大きさですが、徐々にね、大きくなっていく。大きくなっていて、まあ、ザリガニのようにね、なっていくという。でですね、こちら、この、ミステリークレイフィッシュというのはですね、一匹で、なんと一匹でですね、飼っていても、子供を産むというか、卵を放卵するというね。で、一匹だけでね、増やせるという、かなり、ミステリーな、ザリガニでございます。うん、まあ、おそらく名前はそれがゆえんでしょう。うん、っていうね、感じですね。とりあえずね、今んところは、この、なんだっけ、これ。パン屋さんに入れてますけど、別な容器も買ったんで、そっちに、入れます。うん。ということでね。また、随時報告していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。